はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。5月の30日にこちら収録をしております。政治改革の特別委員会におけるですね、改革案の審議がもう佳境を迎えているわけでありますけども、今日はこの小沢一郎さんの発言のニュースをご紹介したいと思います。小沢氏、立民幹部は頭おかしい。パーティー開催問題で批判ということで、立憲民主党の小沢一郎衆議院議員は28日、同党が政治資金パーティー禁止法案を衆院に提出しながら、一部幹部がパーティー開催を計画していた問題について頭がおかしいのではないか、法案を出したのだからその時点で開催はなしなんだよと批判した。国会内で記者団の質問に答えたということで、すごいこと言いますね。まあ、頭おかしいっていうのは、まあ、差別用語とか放送禁止用語じゃないですけども、かなり激しい口調でこう、糾弾してるということです。まあ、ご案内通りですね、立憲民主党さんは、政治資金パーティーというのは、もうこれは、今回裏金問題の原因になった。政策を歪めてるんだから、もう全面禁止をすべきだと。個人に売るのも企業団体に売るのもどっちもダメ。全面禁止法案ということで、すべての政党の中で一番高い球をこう投げて改革を出してきたわけですね。で、これは維新さんも一緒にどうですかってことをずっと言われてたんですけども、我々はもうかねてから、いやいやもう自分たちでね、言ったことはまず率先垂範してやりましょうよと。パーティーを禁止というんだったら、自分たちがそういう法案出しながら、パーティーは禁止しますって言っても説得ないですよと。世間の理解得られませんから、一緒にこうね、僕らは企業団体売りの禁止ですけども、言ったらもう売りませんと。内部のルールを作って、そういう運用でやりますと。立憲さんもそういう形にしませんかって言ってきたんですけども、いやいや法律が通ったらね、我々はもちろんやめるけども、法律が通るまではイコールフッティング。競争環境を平等にするという観点から、私たちはパーティーを続けるんだと。何の問題もないと。ホールもうそういうものだからということで、だから意に介さずですね、パーティーをやろうとしているわけです。いたわけです。で、まあ、5月に大口さんという、まあ、立憲民主党の選対委員長ですかね、この大幹部の一人がパーティーやるということが判明してですね、そしたら岡田幹事長もですね、近日中にパーティーを東京と大阪で開催するということが明らかになって、で、これはもう完全にですね、もう法案を出して今、まさにその法案の審議をしている真っ最中ですから、そして、もうパーティーがね、やっぱ諸悪の根源だと。これでもういろんな歪みが出て、裏金問題が起きてきたんだ。という立憲民主党はその委員会で、絶望鋭く自民党を批判してるわけですから。じゃあその裏金問題温床になりかねない。そして政策の意思決定が歪みかねない。政治資金パーティーを、そこまで皆さん言ってるのに、自分たち来月やるんですか、今月末やるんですかという当然の批判が巻き起こってるわけですね。で、一応あらかじめ言っとくと、でもこれまあ自民党の議員も、まあそれをこう、なんか政治改革特別委員会で、まあ、攻めるっていうかね、いや、別に、攻めてるわけじゃないんですけど、立憲さんもやるんですよね、みたいな形で、まあ、嫌味っぽくこう取り上げられていたんですけども、自民党にこの件を触れる資格は全くないと思います。本質的にはこれ、立憲民主党さん、我々は自分たちやらない姿勢批判しますけども、自民党が一番悪いんであってね、もう、この裏金問題の震源地になった自民党は、立憲民主党のことをどうこう言う資格は全くないし、もうこの政治資金パーティーも含め、企業団体献金禁止も含めてですね、自民党が誰よりも高い球を投げて厳しい改革案を提言してそれを実現すべきだと思います。ではなんでその自民党にはその苦言を呈さなきゃいけないんですが、ただやっぱこう言われるのはやっぱ当たり前なんですよね。まあ、ちょっとその、小沢一郎さんは、まあ、ちょっと過激なことを言ってらっしゃいますが、これその通りで、法案を出すってことはやっぱ政党の意思ですから、全面禁止するほど政治資金パーティーってのはダメなものなんだっていうこの意思を正式に国会に示したわけだから、そこまでやるんだったらやっぱり自分たちがもう出した瞬間から禁止をするということをしないと整合性が取れないというのはもう最もだと思います。ちなみに小沢一郎さんはですね、実は政治資金パーティーは肯定派で、いやいや続けたらいいじゃないかと、禁止なんて意味がわからんということをおっしゃってたんですよね。で、そのパーティーを禁止しなくてもいい派の小沢一郎さんからしてもですね、パーティーを禁止するという法案を出しながらパーティーやり続けるということは一番中途半端でダブルスタンダードでわけわからんということを小沢一郎さんは言ってるわけです。で、結局のやっぱり立憲民主党さんの今回の良くなかったところは、どうせ通らないだろうと思って法案出してるってことは、これ見透かされちゃったことなんですよね。まあ、党内でもいろんな議論がね、小沢さんみたく、いや、パーティー禁止なんてとんでもないと、パーティーやり続ければいいじゃないか、みたいな方たちがたくさんいらっしゃる中で、でも強引にというか、党内で、こうなんか、ふわっと議論して、とにかく高い球投げるんだ、ということで、まあ、法案内容をまとめてしまったと。で、それをこう、バーン出しておいて、自分たちはパーティーやり続ける、ということが、世間からどう見られるか、あるいは党内から、党内外からどう見られるかっていうことを、まあ、あまり考えないまま突っ走ってしまったんじゃないかというふうに思うんです。で、これをね、本当にこのパーティー禁止でまとめ直すっていうのは、結構ハードルが高いことだというふうに思うんですが、ただもう一回ね、法案出したわけですから、これはやっぱり立憲民主党さん腹をくくって、もうパーティーはもう自分たちも全面禁止すると。で、これはまた今の中途半端な状況で、最初は開き直って泉健太さんも岡田幹事長も、いやいや別に、法案出しながらね、パーティー開催するってことはこれ別問題だから、問題ないんだっていうことで、記者会見しておきながら翌日にはですね、いやちょっとこれ対処しなきゃまずいですよね、みたいな感じでこう揺れていって、で、
あれよあれよでこう結局岡田さんも大口さんもパーティーを中止したわけですけども、まあこれまた中途半端で、当面の間、幹部は自粛をすると。いうだけで、幹部以外の所属委員に対しては別に通達はしないと、しばらく光るとは言わないというわけですから、まあ、これ極めて中途半端な対応で、もう立憲民主党さんがどうなるかわかりませんけども、でもやっぱり野党としてね、この、自民党さんに本当にこの案を伸ばせるだけの迫力を出すんだったら、やっぱりこの企業団体献金の禁止、政治資金パーティーの廃止ということを言うのであれば、自分たちでまずは実行すると、そういうことをやっていただかないと、これは到底私は政策実現ができないというふうに思います。で、我々日本維新の会はですね、企業団体献金はもう元より受け取っておりませんし、今回パーティーの企業団体売りは禁止ということを表明しまして、法案も出しましたから、もう、これからもう今後はですね、内規を定めて、もうパーティー券も企業や団体には販売しないということをしっかりと実践してまいります。また政策活動費についてもですね、この企業団体献金の廃止と企業や団体のパーティー券運用禁止と政策活動費の公開。これが本丸ですから、今週火曜日には政策活動費の領収書も一部、まあ、相手先とかプライバシーの面は隠しましたけども、公開をしてですね、裏金というのはないんだと、こういう運用ができるはずなんだということをお示しさせていただきました。で、明日、金曜日で来週月曜日ぐらいまでが、本当にこの佳境で最後どうなるかわかりませんけども、自民党の今の、もう全くの骨抜き案、これで、この政治改革の特別委員会が終わることないようにですね、しっかり最後まで日本維新の会は自らも率先垂範してやる姿勢で戦ってまいりますので、ぜひともご指導ご鞭撻とチャンネル登録や高評価コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら、頑張ります。